ほうヤほは、ドイツ連邦共和国にー,ーザク戦州のニーンブ武力、ベーザー軍に属す都市で、ザムトゲマインデグラーフシャフトほうヤの本部所在地である。ほうヤは1150年頃のセーベルンバルトの軌跡に、ホゲという名で、初めて記載されている。これは小作戦語で、高いを意味すると、解釈されている。これがやがて、デホゲンと形を変えた。 さらに中世になると、死因の中、G マイナスが引く、J マイナスやマイナス、Y マイナスに変化することや、語尾がローマ風のマイナス A になるという変化が起こった。これは、皇帝の初期間の思考を反映した表記法であったが、文語の権威に押されて、口語でもこうした名称が使われるようになっていった。ベーザー川上流のボーダーベルデン近郊の集落、ハジェン、現在は、 エンマータールの一部も昔は、ホゲンという名称であった。定置ドイツ語ではこの街を、ハーエンと呼ぶ。地元での自然な発音変化を、標準ドイツ語の表記で綴ると、デホゲン、デホインでハーエンと変化したことになる。ホーヤは十二世紀から存在する街である。ホーヤ博の家系は、おそらくシュトゥンペンハウゼン博、ビーテン近郊のシュトゥンペンハウゼン城によったに由来する。 宝屋白の館は、はじめは、宝屋城であったが、後に、白川に系列に分裂し、ニーンブルク、アンデア・ベーザーにも館が設けられた。16世紀のはじめに、宝屋系の家系が断絶して、宝屋白川は一旦統合された。しかし16世紀末には、ニーンブルク系の白川も断絶したため、その霊園や相続料は、ベルフェン家の所領となった。 法や博火の家門、二本の黒い熊の手は、ベルヘン家の別門とされた。法や博火の医療の大部分は、フレッケン法や、フレッケンは、都市圏を有さないが、市場開催など、一定の自治権を担われた町村と共に、セレを首都とするリューネブルク公領に編入された。宝屋を含むリューネブルク公領は、ゲオルクビルヘルムが亡くなった1705年以後は、ハノーファー選定公領。 1805年以降は、ハノーファー王国に属した。プロイセンによる、ハノーファー王国併合後、1866年から、ホーヤは、プロイセンのハノーファー管区に所属した。その後、プロイセンの行政改革に伴って、フレッケンホーヤを、首ーとするクラーフシフトホーヤ軍が創設された。1929年、ホーヤに都市圏が授けられた。その3年後には、ジーケが、 軍庁所在地となった。1974年の地域改革により、荒野を中心とするザムトゲマインで荒野、州自治体が発足した。このザムトゲマインでは1977年以降、ザムトゲマインでグラーフシャフト荒野と改名し、ニーインブルク、ベーザー郡の一部となった。荒野の市議会は15議席からなる。赤字に様式化された城。 白は青い屋根の塔や墨の張り出し部を有している。幅広の中央の塔には金の紋章が掲げられている。紋章には火炭が繋がった赤い爪のある黒い熊の手が描かれている。法屋氏は1945年から東プロイセン北部のアレンブルク、現在はロシア連邦カリーニングラード州ドルシュバに対する援助協力関係を結んでいた。 宝屋の市内には芸術家が制作した三つの全く異なった作品がある。これらの芸術作品は銅、真鍮、砂岩、木材、合成樹脂や特殊鋼など様々な素材で作られている。この町の最大の雇用主は300人以上の従業員を要するスマーフィットカッパグループの製紙工場である。ベーザー川沿いの重要な位置を占め、 ニンブルクン北部の中心都市として、機能を持つにもかかわらず、市内を通る広域自動車道はなく、交通網への接続が良いというに過ぎない。この町では、ハッセルからブルーフハウゼンイコールフィルゼニへの道路と、ヒルガーミス線からビュッケンへの道路が交差している。ホーヤは、グラーフシャフトホーヤ交通会社が運営するアイストルプー。 ーーやブルルフフハウゼンイコールフィルゼンンィを経由して、にに至るる。鉄道路線沿いに位置するこの路線は、歴史的には、ホーヤから互いに逆方向に運行する二つ別々の路線であったが、ベイザー橋によって、相互乗り入れを果たし、合併したものである。現在この路線の旅客運行は、保存鉄道、カフキーカー号に限られており、他は、貨物列車だけが走っている。 かつては、荒屋から、ビュッケンへの路線もあった。荒屋は、ベーザー川観光線の停泊地である。また、SFV 荒屋 V1931EV の、グライダー飛行場がある。荒屋には、技術救難連邦訓練所荒屋港がある。これは全部で2校ある、技術救難の連邦訓練所の一つである。また、ニーダーザク戦場場学校もある。かつては、 病院があったが、レーン病院ができたことで廃止、解体された。最寄りの病院は、ニーインブルグ、ベーザーのミッテルベーザー病院、レーン病院とフェルデンのアライコールベーザー病院である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。